さんこんにちは。くまぱん園芸ナビゲーターこびです。そしてこちらが何踊ってんの、くまぱん王子です。今日はね、くまぱんこれ買っちゃったんですよ。あのグラプトベリアグリムワンですよね。皆さんご存知ですよね。人気で有名品種ですものね。で、問題はここからです。今11月になってしまいました。だいたいケペリラの植え替えは春と秋ってことですよね。で、春と秋、秋だとやっぱり9月10月ぐらいまでかなと今までいつも思ってきましたが、最近はお部屋の中の温度も結構そんなに下がらないですよね、建物の中も。なのでちゃちゃっと植え替えてしまおうかと思います。このまま春まで待って植え替えるっていう手もあるんですが、もう何分ぎゅうぎゅうぎゅうな状態なので植え替えちゃった方がいいかなと思いました。その上株分けもここしちゃった方がいいよね、くまぱん。何？分けてもらい、自分の分が欲しいから株分けをしろって言っている？やだな、もう本当にあげるわよちゃんと。それでそうなんですよね、毎年この時期なんとなくいい苗入ってて買っちゃいますよね。で、去年なんかも植え替えをしようかな、どうしようかななんてもぞもぞしてるうちに12月に入って、あーでもまだなんとなく成長、成長期ではないですけど緩やかにこう成長していて、あーどうしよう、やればよかった、やればよかったと11月とかもずっと思っていたので、今年はそういうことがないようにちょっとやってしまおうと思います。じゃあパパ植え替えしてみよう、レッツゴー。まずはじめにこちらのラベルを外します。そうするとよく見るとお分かりですか、ここの方にもう固形肥料がちょっと古くなってもうくしゃくしゃっと形が崩れちゃっているのがあるので、もうこのまま植え替えなかったとしてもこれは取り除いちゃった方が良かったですね。あ、取ろうと思っただけでもうボロボロって固形肥料が崩れてしまうぐらい古いものが入っていました。まず、どうしようか、このパック出してみる、どうなってるかな、ちょっと見てみますね。よいしょ、植え替え前はお水をね少し切った方が安全です。もう時期は時期だからそんなに派手に目玉を移さないで様子を見たいなと思ったら、あー、くまぱんよかったね、ほらもう小株がこんなにたくさんあちこちついているのでこれは分けちゃうかですね。根をつけたいところですが、このような感じですね、茎が、うわ、茎がねこんな感じで出ているのでこれをカットしていきます。くまぱんの欲しいの一つあげます。あ、いけない、今みたいにこう口の上に落とさないようにしてくださいね、失敗です。何をさらっと失敗ですとか言ってるって感じだよね、くまぱん。本体置きますね。まずはじめに差し込み内の方からこう株分けして、これ株分けしたいんですが、最近あの子とても賢くてもう刺してすぐ取りに行ってくれますね。 ありがとう網王子、網を取ってきてくれました。できればもういつも何度も言っててすいません、繰り返しになってしまいますね。カットした差し放題このように立てて乾かして切り口が乾いてから土に植えてあげるとさらに安全です。クマパン、じゃあこれこんな感じね。あ、どこあるかな、横に、じゃあこれはこんな感じで乾かしていきます。そしてこちらの本体の方ですね、これ外して、本体の方を植えたいな植えたいなと思っていれば2回つぶやけば王子は来ました。ありがとう。
今日はこのスリット鉢を使おうと思います。やっぱりね、成長いいですよね。それに鉢底石もいらないので、いいです、使いやすいです。で、土は今日はこんな感じですね。多肉植物にいいかなという、こんな感じです。いつもね使うやつがサラサラとしたものをよく使ってますが、それよりはちょっぴり重めというんですか、水持ちのいい土を今日は使っています。こんな感じです。ちゃちゃっと植え付けてしまおうと思いましたが、よく見てみれば、この今カットした、サシをカットした切り口がとても今回大きいので、少し乾かしてからこちらも入れようかなと、植え付けようかなと思いました。なので、あとちょっと古い根、あまりにも古い根はちょっと取っちゃいますね。で、後ほどこちらは植え付けようと思います。乾かしてから、こんなぐらいかな。で、ちょっとこれ今ちょっとやりませんけれど、ここに入れて土を入れて、それで OK です。で、こちらの方はこちらの方で乾いたら、土を入れたところにひょいひょいひょいと刺すというか、もう置いていくだけで OK です。ということで、今日の動画、わかった？で、今日の動画は、冬も近いのについうっかりお気に入りの苗を買ってしまった時、あなたならどうしますかというテーマでした。で、後からテーマ今考えたよね、私完全にねすいません。皆さんもそういうこと多くないですか？どうしようどうしよう思ってるうちに冬がすぐに来てしまいます。なので、私たちは今回思い切っていったよね。で、こちらのグラプトベリア、グリムワン、とてもね、私が今まで育てた中でもとても強い品種ですので、この時期に植え替えとかしても大丈夫かなと思って今回はやってみました。では、冬が近いのにうっかりと気に入った苗を見つけてしまい、そんな時は迷わず買ってしまうという方は、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。ブログ、ツイッターもやっているので、よろしかったらそちらの方もご覧いただけたらとても嬉しいです。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのをくまパンも一緒に楽しみにしてます。またねー、バーイ。いくよくまパン、今日ちょっと手袋してるけどね。くまくまーパーン、またねー。後ほどこれ乾かしたら植え付けていきます。何これ欲しいんでしょう、またあげるから大丈夫。本当に育てやすい、おすすめ品種です。クマパンも、クマパン育てたことなかったっけ、私持っててあげなかったっけ今までも。そっかそっか、じゃああげるね。育てやすいからクマパンもね、これ楽しめると思うよ、うん。